ロングアイランド鉄道 M1 型電車はかつて、ロングアイランド鉄道で使用されていた電車。本校では、M1 系の派生車種として、メトロノース鉄道、並びにメトロノース鉄道の前身である、ペンセントラル鉄道向けの M1A 型、並びに、M1 系の細部を変更して製造された M3 型、M3 型のメトロノース鉄道向けの M3A 型についても記述する。 M1 型は戦後経営破綻し、1966年にメトロポリタントランスポーテーションオーソリティ参加になったエライップリンラールが最初に導入した電車である。それまで機関車による牽引やプッシュプルによる列車ばかりだったエライップリンラールにとって非常に画期的な車両であった。または、その後ペインセントラル鉄道から、 現在のメトロノースにあたる部分も買い取り、M1 型は、また参加の郊外路線を持つ会社における、標準車両となっていくことになる。M1 型をはじめとする車両は、派生形式も含め、ザ・メトロポリタンズの愛称が付けられている。車体の製造は、バッド、伝送品は、 ゼネラルエレクトリックが担当し、ニューヨーク市地下鉄向けに納入されていた R44 型と R46 型をベースに製造された。1968年から74年にかけて770両製造された M1 型と、1971年から73年にかけて178両製造された M1A 型から、なるグループと、 1984年から85年にかけて、電区間の拡大により製造された M3 型、M3A 型のグループに分けることができるが、基本的に共通なためまとめて扱い、異なる部分のみ別途記述する。車体長25メートル級、車体幅3メートル級のステンレス車体で、ベースとなった地下鉄車両より一回り大きい。ドアの数は、 各車両片側は2つの両開きドアで、地下鉄車両に比べると少なく、日本でいう近郊系電車のような感じとなっている。先頭部分は丸みを帯びていて、これはメトロポリタン型車両の大きな特徴となっている。アメリカは、鉄道も右側通行なため、運転席が右側にあるのも特徴。カラーリングは、エライプリンラール所属車両が、黄色、メトロノース所属車両が、 青色となっている。車内は2プラス3列の固定式、クロスシートが並んでいる。シートは、向かい合わせではなく、すべて同じ方向を向いている。主電動機には、GE 製 1255A2 型を採用。主電動機には、GE 製1261型を採用。ありがとうございます。